はい、それでは本日は2級建築施工管理士の学科試験、令和元年の前期問17番、建築設備について解説していきたいと思います。建築設備とそれに関する用語の組み合わせとして最も関係性の少ないものはどれかという問題です。こちらはすべて、暗記問題になるんですけども、写真とかこのような、解説を使って、わかりやすく、解説していきたいと思います。まあ、結果から言うと、これは1番が間違っています。この2番、3番、4番は合っております。まず1番、給水設備、ヒートポンプ。まずヒートポンプというものはですね、何かというと、こちらをご覧いただきたいんですけども、これですね。ヒートポンプっていうのは、この屋外についているエアコンとか暖房の室外機のことを言います。でですね、このヒートポンプというものはですね、どのような特徴があるかというと、少ないエネルギーで空気中の熱を集め、大きなエネルギーを、まあ、熱エネルギーとして変換して機能する機械ですね。これが、ヒートポンプの役割です。エアコンとか冷蔵庫、エコキュートに使用されています。この外にある熱を、吸熱して、この中に、温かい熱として放り込むという機能を持っています。まあ、省エネの、機械になっております。これはですね、空気調和設備なので、給水設備ではありません。なので、この問題に関しては、間違っています。そして2番、排水設備。このトラップというものはですね、合っております。まずトラップというものは何かというと、これ洗面器、このようなぐにゃって曲がってるの見たことあると思うんですけども、このぐにゃって曲がっていることを、まあ、排水トラップと言います。これはですね、悪臭を屋内に侵入させないための、まあ、設備や構造のことを言うんですけども、ここに水を溜めることによって、こうした配管が流れているんですけども、この配管からの悪臭を、この水を溜めることによって、この悪臭を上に、この普通の室内に持っていかないようにするための構造のことを、この排水トラップと言います。なので、この2番に関しては合っております。そして3番、バスダクトですね。これは電気設備になります。これは合っております。まず、バスダクトというものはですね、何かというと、こちらをご覧いただきたいと思います。これがバスダクトというものですね。すごいでかい設備なんですけども、まあ、家とかには使われないですね。まあ、ビルとかマンション、工場などに使われます。これがバスダクトですね。これがバスダクトの中身です。このような、鉄とかアルミニウムの板で、中の配線を、保護しています。では、このバスダクトについての、説明なんですけども、ビルや、工場など電力を大量に使用する施設の、電力を増加させるための電力関連システム。なので、これに関しては、まあ、電力をたくさん使うところで、このバスダクト配線というのは使われるということですね。まあ、住宅では、まあ、使われることはありません。まあ、先ほど見ていただいた通り、鉄の板やアルミニウム板で作られた外箱を密閉して、その中に入っている配線をガードしているということですね。これがバスダクト配線です。なので、この3番に関しては合っております。そして4番、空気調和設備、二重ダクト。これは合っております。これは以前の、解説の放送で、まあ、二重ダクト方式と一重ダクト方式、単一ダクト方式というのは説明したので、まあ、今回は二重ダクト方式のみ説明させてもらいます。この二重ダクト方式というものはですね、2つ管があって、冷風と温風、これをですね、2つ管があります。この冷風と温風を別々に送って、末端のボックス、混合ボックス、ここで、2つの温かい空気と冷たい空気を混合させます。そして温度を調節することを、この二重ダクト方式と言います。まあ、負荷の違いに対応、温度調節が別々の部屋で、対応できるということですね。なので、この2つの管を使っているので、こっちの部屋で冷たい空気、こっちの部屋で温かい空気、こっちで冷房、こっちで暖房とかができるということです。なので、もし単一ダクト方式というもので、ある場合は、1個の管で全部送っていることになるので、この部屋で冷房、この部屋で暖房というのはできないです。冷房、冷房、冷房、冷房しか無理です。なので、この二重ダクト方式というのは、このように、変則的に温度を変化させることができるので、これが二重ダクト方式の、まあ、長所として、まあ、挙げられる部分ですね。なので、この二重ダクト方式、話を戻すと空気調和設備になるので、この4番に関しては合っております。以上のことから、今回は1番が間違っているので、1番が答えとなります。